鈴木誠也、ヤスからホームラン。カブスの鈴木誠也が野手が2日、日本時間3日、本拠地で行われたレッズ戦に7番右翼で先発出場し、8回の第5打席に13試合ぶりとなる9号ソロを放った。103キロを豪快スイング、野手にも容赦ない鈴木誠也の9号ソロとのことです。マジやんけ、ホームラン9本も出ててくさ、ザコ狩りでもええ打てるとき打っとけ、カブスの打線やばくね、最近爆発しすぎやろ、とんでもない試合なっててくさ、意味のないホームランだよ、1イニング10点入るかもしれないし、これが空砲ではない。大谷は安からホームラン打ったことないよな、はっ、また大量得点やんなんやこいつら、マジやんけ、安登板かやっちまったな、こういうどうでもいい書で打ってると余計にヘイト向きそう、いつの間にか7番に降格してるやんけ。2年連続野手打ち大事、鈴木誠也は投手打てないから野手登板で草つぼうみたいなことすんだよ。カブス昨日から爆発しすぎやろ、大量得点で相手が試合を捨てたので実質投手からホームラン。ご視聴ありがとうございました。